よーい、スタート。皆さん、ヘアシャインアイドル教室です。はい、さやかです。あすみです。まなさなです。アリスです。はい、本日の企画はノーハンド対決。今からですね、ノーハンドでお菓子をね早食いしていきたいと思います。2種目あるんですけど、うん、1種目目がこちらの長いグミ、なんと40センチあります。長い、はい、こちらのグミをですね、手を使わずにノーハンドで、むしゃむしゃ食べていきます。手を使わずに。はい、そうなんですけど、1種目と2種目あるんですけど、2種目あるの？最初はこのグミなんですけど、うん、皆さん同時にタイムを測っていきます。でそちらとこちらのグミの種目のタイム、自分のタイムを合わせて、一番遅かった人が一番、そうです、早い人が勝ち、遅い人が負けという分かりました。ありがとうございます。それでは早速やっていきたいと思います。はい、レッツノーハンド。おいしい。それではよーい、スタート。アリちゃん、サヤちゃん、マナちゃん、12.8。 おー、早い。でもなんかちょっと嫌な気配したんですけど、お酢なんか使ってなかったですか？あ、お皿を使って、あれ、なんか大丈夫だわかる、なんか、なんかマナちゃん待ってたもんね。そうなんですやってた、なんか、あ、そっか、そうすればいいんだって思っちゃってなんかカメラ目線って言って、カメラ目線できないからこうしないとって思ったら、なんか手使っちゃったって思って食べるのに使ってない、ね、あ、食べるの使ってないね。はい、そうですね。ちょっと私もマナちゃん待ってた、すっごいね、どうしようって不安になってしまって、1位になったらいいと思って、よかったよかった、はい、次からはなしにします。わかりました、はい、気をつけます。はい、はい、2位、私 13.08 秒です。早い、1秒しか変わらない、惜しかったです。で、私が3位、15秒35。うん、早い、マジ、私は27秒20。なんでなんでこんなに遅いんだろう。倍ぐらいかかってる。ちょ、びっくり、私も。え、味わってた？はい、味わったら終わりだ。はい、それでは第2回戦目、ノーハンドプチプリをやっていきます。やばい、これできるかな、プチ。頑張ろう、頑張る。よーい、スタート。あ、やばい、あ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 、さやかちゃん。第1位からいきますか。はい、はい、第1位はアリスさんです。すごい早かった、はい、合計が、グミとプチンプリン合わせて 19.26 秒。やばい、さっきのプリンだけだと 7.18 秒。早すぎる、すごい。だって、合計19秒ですか。そう、合計19秒。やば、私のグミより早い。本当だ。はい、ということで第2位はさやかさんでーす。イエーイ。
合計の秒数が23秒65で、プチプリンだけだと10秒57、うん、あ、早い。プッチンが1回プッチンかすったんですよ。なんでもう1回目でプッチンいけてたらもうちょっと早かったかなって思うんですけど。いやでも私のグミより早いそこは。はい、そして第4位は私でーす、私でーす、私でーす、私でーす。4位だ、4位だ。ちょっとすごい、すごい、自分が言われますっていう顔してたので間違えた、間違えた。私で、そして最下位の第4位があすみんでした。びっくりした、間違えちゃった。びっくりした。おもちゃなんだよ。ですね、私の合計秒数が1分6。ダメだけど大丈夫。1分6秒です。6秒ね。はい、はい、プリン何秒かかったの？プリンは何秒だ、1分から15秒でした。え、15秒？あ、これから？これから15秒引く？うん。あ、51秒ですね。51秒でした。はい、すげえ。でもすごい押してきたんですよ。違う違う違う。ノーハンドなのに。そうなんだったよ。私のことすごい押してきた。違う違う。めっちゃ押してない、押してない。食べれなかったです。違う、押してない。笑ってたから。だからね、私は、はい、合計1分28秒でーす。おーよっしゃ、両方遅かったもんね。両方一番最後だったよね、うん、私でもプッチンだけでも1分1秒かかってるからマジですごい、本当にびっくりしてる自分でも。ということで最下位のあすみんにはこの後、酸っぱいチューイングキャンディーを食べてもらいます。酸っぱいチューイングキャンディー。そう、酸っぱすぎるっていうやつです。あ、なんかもう唾液が来もう酸っぱい、考えるだけ唾液が来てる今。はい、ということでよかったら皆さんもノーハンドでね、いろいろ食べてみてください。それでは皆さんまたお会いしましょう。以上、アイドル教室でした。おあいささん、バイバイ。皆さんこんにちは、福澤澄です。今からこちらの酸っぱすぎるレモン味を食べたいと思います。もう口の中が酸っぱいです。すでに開けます。元気にビタミン。怖っ。なんかさ、ちっちゃいよ。食べる。あー、いただきます。ラキュー。反応しづらいこれ。面白いね。辛いきついの、うん、どんな味なの？多分、うん、刺激キックスの方が酸っぱい。食べる？あ、酸っぱいじゃん。酸っぱいじゃん。酸っぱい、酸っぱい。何言ってんのよ。酸っぱい、酸っぱい。何これ、酸っぱいよ。どうしちゃった、すみ。めっちゃ酸っぱいじゃん。酸っぱい。めっちゃ喉にくるくる粉が。酸っぱいパウダー。でもさ、あれよね、噛んだら時に酸っぱくないよね。外の粉がすごい酸っぱいパウダーいっぱいつけてるから、それが結構酸っぱいけど、噛んじゃうと
あの粉と中の練り物が混ざってなんかだんだん酸っぱくなくなるっていう感じ。へぇ、入れた瞬間は酸っぱい。気まずくなっちゃったよ。気まずくなっちゃった。